雪原に影を落として汽車は走っていた。汽車の煙の影も流れるように映っている。信夫は白くいてついた窓に息を吹きかけた。窓がにじんだ。二度三度息を吹きかけると窓は小さく丸く溶けた。トドマツやエゾマツの樹氷が朝の日に輝いている。清潔な朝だと信夫は今夜の結納のことを思って何か嬉しかった。三つ堀は椅子の背に頭を持たせてうつらうつらしていた。やがて汽車は士別に着いた。タコ帽子をかぶった男や大きな荷物を背負った角巻き姿の女などが七八人乗り込んできた。松葉杖をつきよれよれの軍服を着た男がその中にいた。あ、ハイエイだ。客車の真ん中あたりで五つ六つの男の子が叫んだ。男はじろりとその声のする方に目をやり、コツコツと松葉杖の音をさせながら信夫の二つほど前の椅子に腰を下ろした。汽車が動き出そうとした頃、50近い男が背中に唐草模様の風呂敷包みを背負って駆け込んできた。やれやれ、もう少しで遅れるところでしたよ。三つ堀の隣に座った男は前にいる信夫に笑いかけた。信夫はその人の良さそうな男の顔にハッとした。失礼ですが、あなたは東京の方じゃありませんか？おや、どうしてわかります？言ってから男は信夫の顔をまじまじと見た。どこかでお見かけしたような。男はつぶやくように言って首をかしげた。もしかしたらあなたは六さんじゃありませんか？信夫は懐かしさに声を弾ませた。へえ、私は六蔵ですが、あなた様は？私はほら、本郷の長野の。言いかけた信夫の膝を男はポンと叩いた。ああ、そうそう、長野様の坊ちゃまでしたな。そうだ、確かに坊ちゃまですよ。お小さい時の面影が残っております。しかし立派に大きくなられましたな。六さんは思いがけない開口に顔を紅潮させた。坊ちゃま、お久しぶりでございます。六さんは立ち上がって改めて頭を丁寧に下げた。その途端、汽車の動揺に足がよろけて三つ堀の肩に手をついた。いや、これはどうもとんだご無礼をいたしました。三つ堀はにやっと笑って頭を振った。坊ちゃまと呼ばれている信夫の育ちに三つ堀はかすかな反発を覚えた。
ところで坊ちゃま、どうしてこんな蝦夷なんぞにいらっしゃいました？友達が札幌にいましてね。ほう、で、鉄道にお勤めで。服装でそれは一目でわかる。旭川に勤めています。へえ、旭川にね。本郷のお屋敷は、それでは。母と妹夫婦が住んでおりますよ。お母様が。ああ、そうそう。ご隠居様が突然亡くなられてから、どうも私は足が遠のいてしまいまして。そうでしたな。綺麗な奥様という評判でしたな。しかし、なんですな。お宅のご隠居様は、私みたいなものにも随分とご親切でしたな。信夫は本郷の家の勝手口で、六さんといつまでも話していた祖母の姿を懐かしく思い出した。坊ちゃま、あれから何年になりますかな。私が当の時に祖母が亡くなったのですから、もうかれこれ20年になりますね。ほう、20年。二昔も前のことになりましたかね。それじゃ、私の頭がはげるのも無理はありませんわ。六さんは額をたたいた。いいえ、ちっとも変わっておりませんよ。一目見て六さんだとわかりましたから。信夫は内心、虎尾のその後を聞きたかった。だが、あの裁判所の廊下であった補助を取られた姿が思い出されて聞くことがはばかられた。うちの虎尾も坊ちゃまに仲良く遊んでいただいたものでしたな。とうより先に六さんが言った。お元気ですか、虎ちゃんは。ありがとうございます。あいつも一時はぐれましてね。家内がだらしのないやつで、そっちに似たんでしょうかね。坊ちゃま、虎尾には泣かされましたよ。しかしおかげさんでね、今札幌の小間物屋に勤めましてね、子供も二人おります。まあなんとか、真面目にやっておりますよ。それはよかった。札幌にいるとはちっとも知らなかったですね。ほっとして信夫はうなずいた。しかしあの裁判所の廊下で顔を背けた虎尾が自分に素直に会いたがるだろうかと思いもした。ところで坊ちゃまはお子さんは何人で？いや、まだ一人身ですよ。ほう、まだ奥さんをおもらいにならない。キセルにタバコを詰める手を止めて、六さんは改めて信夫の顔を見た。信夫は今日、結納を入れることを思い、微笑した。しかし、坊ちゃま、坊ちゃまは亡くなった旦那様によく似てまいりましたな。いやあ、ご立派におなりになりました。親父にですか？母親にと思っていただけに、信夫は意外であった。さようでございますよ。旦那様はよくできたお方でいらっしゃいました。私どもにも頭が低くて、いつぞやはほら、両手をついて、私なんぞに謝ってくださったことがございましたな。そういえば、そんなことがありましたね。信夫は頭をかいた。そのことは信夫も決して忘れてはいない。物置の屋根から何かのことで虎尾に突き落とされた時のことだった。信夫は、虎尾に落とされたのではない。
町人の子になんか突き落とされたりはしない」と言って父親に頬を力いっぱい打たれたことを覚えている。どうしても謝らない自分に代わって父が虎夫と六さんに謝った姿を信夫は懐かしく思い出した。坊ちゃま、お気を悪くなさらないでくださいよ。坊ちゃまは気管気のどこか鋭い子供さんでしたが、今はすっかり円満なお顔になられましたな。三織はまたにやりと笑って信夫を見た。車内には一つしかだるまストーブが燃えていないが、いてついていた窓の氷もいつの間にか溶け、乗客たちはそれぞれ和やかに話し合っていた。おや、もうわっさもとうに過ぎたんでしょうかね。六さんは妻が5年前に死んだこと、虎夫の短気な性格に手こずったことなどをしばらく話した後、ひょいっと窓に顔を向けていった。汽車は今、潮刈峠の頂上に近づいていた。この潮刈峠は、手塩の国と石狩の国の国境にある大きな峠である。旭川から北へ約30キロの地点にあった。深い山林の中を行く曲がりして越えるかなり険しい峠で、列車は麓の駅から高端にも機関車をつけ、あえぎあえぎ登るのである。ええ、もう頂上近いはずですよ。おや、この汽車は後ろに機関車がついていませんよ。六さんは後部の方を見たまま言った。ああ、車両が少ないからでしょうね。しかし後ろに機関車がつかないで登るのは珍しいですね。信夫は六さんに相槌を打った。汽車は今にも止まるかと思うほどのろのろと峠を登っていく。客車が下から突き上げられるようで、座っていてもきつい勾配を登っていくのが体に直に伝わってくる。雑木林やエゾマツ、トドマツの原始林がゆっくりと後ろに流れていく。いつ通っても険しい峠ですな。六さんがキセルの灰をポンと手のひらに落とした。そうですね、かなりの急勾配ですよ。窓の外にカラスが一羽低く飛び去った。この辺りはなかなか開けませんな。虎夫なんかは札幌から出たことがないんで、一度この辺りも見せてやらなくちゃ。虎ちゃんにはぜひ会ってみたいですね。汽車は大きくカーブを曲がった。ほとんど直角とも思えるカーブである。そんなカーブがここまでにすでにいくつかあった。ありがとうございます。坊ちゃま、虎夫はどんなに。六さんがこう言いかけた時だった。一瞬客車がガクンと止まったような気がした。が次の瞬間、客車は妙に頼りなく、ゆっくりと後ずさりを始めた。体に伝わっていた機関車の振動がぷっつりと途絶えた。と見る間に、客車は加速度的に速さを増した。今まで後方に流れていた窓の景色がぐんぐん逆に流れていく。不気味な沈黙が車内を覆った。だがそれはほんの数秒だった。あ、汽車が離れた。誰かが叫んだ。さっと車内を恐怖が走った。大変だ。転覆するぞ。その声が谷底へでも落ちていくような恐怖を誘った。誰もが総立ちになって椅子にしがみついた。声もなく
恐怖に歪んだ顔があるだけだった。何枚だ何枚だ。六さんが目をしっかりとつむって念仏を唱えた。信夫は事態の重大さを知って直ちに祈った。どんなことがあっても乗客を救い出さなければならない。いかにすべきか。信夫は行き詰まる思いで祈った。その時、デッキにハンドブレーキのあることがひらめいた。信夫はさっと立ち上がった。皆さん、落ち着いてください。汽車はすぐに止まります。壇上で鍛えた声が車内に凛と響いた。三織くん、お客さんを頼む。興奮で目だけが異様に光っている乗客たちは食いつくように信夫の方を見た。だがすでに信夫の姿はドアの外であった。信夫は飛びつくようにデッキのハンドブレーキに手をかけた。信夫は氷のように冷たいハンドブレーキのハンドルを力いっぱい回し始めた。ハンドブレーキは当時の客車のデッキごとについていた。デッキの床に垂直に立った自動車のハンドルのようなものだった。信夫は一刻も早く客車を止めようと必死だった。両側に迫る木々が飛ぶように過ぎ去るのも信夫の目には入らなかった。次第に速度が緩んだ。信夫はさらに全身の力を込めてハンドルを回した。わずか一分とたたぬその作業が信夫にはひどく長い時間に思われた。額から汗が滴った。かなり速度が緩んだ。信夫はほっと大きく息をついた。もう一息だと思った。だがどうしたことかブレーキはそれ以上はなかなか効かなかった。信夫は焦燥を感じた。信夫は事務系であった。ハンドブレーキの操作を詳しくは知らない。操作の誤りか、ブレーキの故障か、信夫には判断がつかなかった。とにかく、車は完全に停止させなければならない。今見た女子供たちの怯えた表情が信夫の胸をよぎった。このままでは再び暴走するに違いない。と思ったとき、信夫は前方約50メートルに急勾配のカーブを見た。信夫は渾身の力を振るってハンドルを回した。だが何としてもそれ以上客車の速度は落ちなかった。みるみるカーブが信夫に迫ってくる。再び暴走すれば転覆は必至だ。次々に急勾配カーブがいくつも待っている。たった今のこの速度なら自分の体でこの車両を止めることができると信夫はとっさに判断した。一瞬藤子、菊、町子の顔が大きく目に浮かんだ。それを振り払うように信夫は目をつむった。と次の瞬間、信夫の手はハンドブレーキから離れ、その体は線路をめがけて飛び降りていた。客車は不気味にきしんで信夫の上に乗り上げ、ついに完全に停止した。吉川は午後から仕事を休もうと思っていた。今日は長い間待っていた藤子の結納の日である。吉川はつい頬の緩むのをこらえることができなかった。おい吉川、思い出し笑いは高いぞ。同僚にからかわれるほど吉川は幾度か信夫と藤子のことを思って微笑した。夕方には信夫と仲人の和倉夫妻が札幌に着くはずである。吉川は藤子と共に駅まで迎えに出る約束になっている。吉川の今の仕事は小荷物係だ。吉川が客の荷物を受け付けているところに運輸事務所の
山口という友人が駆け込んできた。山口は鉄道キリスト教青年会の会員である。吉川さん、大変だ。なんだい、弁当でも忘れてきたのか。吉川は冗談を言った。吉川さん、驚くなよ。いいか、驚くなよ。なんだい。客から受け取った小荷物をぶら下げたまま、吉川は眉をひそめた。山口の顔が真っ青だった。あのね、長野さんが。山口の声が涙で消えた。何？長野がどうしたって？死んだ？吉川が怒鳴るように聞き返した。山口は吉川の肩にしがみついて泣いた。山口は他の青年会の会員たちと同様に心から信夫を慕っていた。そんなバカな。今日は信夫と藤子の結納の日ではないか。死んでたまるか、と吉川は思った。何かの間違いじゃないのか。山口は力なく頭を横に振った。間違いじゃありません。旭川から電話が来たんです。事務所に行って聞いてください。吉川は持っていた小荷物を床に放り投げると、運輸事務所の方に走り出した。途中で誰かに突き当たった。しかし吉川はそれにも気づかなかった。事務所に一歩入ると、吉川は一目で信夫の死を知った。机に向かっている者は一人もいない。あっちに一塊、こっちに一塊。誰もが興奮していた。号泣している者もある。吉川の顔を見て三四人走ってきた。長野さんがどうしたんだ。犠牲の死です。若い青年が叫んだ。そこで吉川は人々から事件のあらましを聞かされた。吉川は呆然とした。線路の上に飛び降りた信夫の姿が鮮やかに目に浮かんだ。純白の雪に飛び散った信夫の鮮血を吉川は見たような気がした。信夫にふさわしい死に方のような気がした。とうの昔にこんな死を吉川は知っていたような気がした。激しい衝撃とともに心のどこかに揺らがないひとところがあった。全身を揺すぶられるような衝撃のはずなのに、心のひとところだけは極めて静かだった。それは信夫を知っている吉川の友情であったかもしれない。旭川に行かせてください。僕も行きます。いや、僕が行きます。運輸主任を囲んで幸運した青年たちが哀願していた。その中をかき分けるように吉川は運輸主任の前に立った。主任さん、長野は普段いつも内ポケットに遺言を持っていたはずです。すぐ調べるように連絡してください。ああ、そうだってね。遺言のことも聞いたよ。長野くんの血がべったりと滲んでいたそうだ。吉川は黙って頭を下げ、ぼんやりと運輸事務所を出た。藤子のことを思うと、吉川は文字通り腹綿を立たれる思いだった。上司に事情を告げ、信夫の葬式まで休暇をもらって、
吉川は家に向かった。どこをどう歩いて帰ったか、自分にもわからなかった。あら、お帰りなさい、お兄さん。どうしたの？とても顔色が悪いわ。藤子は心配そうに吉川を見た。うん、頭が少し痛いんだ。あら、お姉さん、お兄さんが頭が痛いんだって。藤子は台所の方に向かって兄嫁を呼んだ。いやーね、せっかくお祝いの日だっていうのに。障子の向こうで明るい声だけが返ってきた。おさむが頭が痛いって、へその緒を切って以来の話だね。風邪でもひいたんじゃないの？今夜の祝いの支度に忙しい吉川の母も吉川の妻も台所から声をかけただけであった。お布団敷いてあげましょうか？ストーブのそばにどっかとあぐらをかいた吉川の顔を藤子が覗き込んだ。いいよ。吉川はせめて昼食が終わるまで信夫の死を知らせるまいと心に決めた。信夫の死を聞いたならば、あと幾日も食事を取らなくなるだろう。せめてこの昼だけでも幸せな食事をさせてやりたいと吉川は思った。あのね、お兄さん、今日ね、とっても変なことがあったのよ。屋根の上に大きな石でも落ちたみたいに、ドカーンって。それは大変な音がしたの。それは何時頃だ？吉川はうつむいたままつぶやくように低い声で聞いた。ここで驚いてはならないと自分の首の根を自分自身で押さえつけるように吉川は自分のあぐらの中に目を落としていた。お母さん、さっきの変な音何時頃だったかしら？さあ、10時頃だったかしらね。文明開化の世になるといつどこに大砲が落ちるか分かりやしない。屈託のない声だった。昼食が始まった。長野さんたちは浅い川を出た頃かね、おさむ。吉川は黙って飯を口に運んだ。何の味もなかった。お前、本当に具合が悪そうだね。吉川の母は初めて心配そうに言った。うん。今夜はおめでたいんですからね。元気を出してくださいよ。吉川は耐えかねてがらりと箸を落とした。はっとして、藤子も母も吉川の妻も、彼を見た。どうしたの、あなた、具合が悪いの？吉川の妻は手を伸ばして吉川の額に手を当てた。少し疲れたんじゃないのかい、おさむ。お兄さん、お休みになったら？母と藤子が口々に言って心配そうに吉川の顔を覗き込んだ。うつむいている吉川の肩が震えた。これ以上黙っていることはできなかった。藤子、お母さん。思い切ったように吉川は顔を上げた。実は、
2時の汽車で旭川に行ってこようと思うんだ。旭川に？一体どうしたの？母は不安そうに吉川を見、藤子を見た。お兄さん、あの、もしかしたら長野さんが結納のことで。藤子は言いよどんだ。まさか長野さんが今になって藤子を嫌だなんて言い出すわけはありませんよ。吉川の母は藤子を慰めるように言った。下唇を噛んだ吉川の顔が歪んだ。実はね、実は。何としても次の言葉が出なかった。どうしたというの、おさむ。うん、実は今日塩刈峠でね、鉄道事故があったんだよ。一番後ろの汽車が離れてあの峠を暴走したんだ。まあ、じゃあ転覆でもしたの？長野さんがそれに乗っていたの？母親は畳みかけた。客はね、全員助かったんだよ。長野が助けたんだ。助けるってどうやって、お兄さん？うん、長野はね、長野はね、藤子、長野は自分が汽車の下敷きになって汽車を止めたんだ。そして乗客全部の命を助けたんだ。吉川は藤子の顔を見ることができなかった。じゃあ、おさむ、長野さんは亡くなったの？叫んだのは母親だった。うん、死んだ。藤子、長野は立派に死んだんだよ。立派にな。藤子は唇まで蒼白だった。驚愕が極まって能面のように無表情だった。藤子、藤子さん。母親と吉川の妻がわっと泣き伏した。吉川は恐る恐る藤子を見た。呆然とうつろに目を見開いている藤子に吉川は叫んだ。藤子、しっかりするんだ。藤子はまばたきもしなかった。夕刻まで藤子は同じ場所に偽然と座っていた。藤子の一切の機能が全く停止したようであった。驚くことも悲しむことも藤子にはできなかった。吉川は今日旭川に行くことを取りやめた。文字通り魂の抜け殻のようになっている藤子のそばに吉川は付き添っていた。話しかけても肩を揺すぶっても藤子は何の反応も示さない。吉川は内心、藤子が信仰を持っていることにいくらか安心していた。一時は悲しんでも信仰は藤子を支えるだろうと思っていた。だが吉川は不安になってきた。藤子は悲しみもせず泣きもしない。気が狂ったのか。幾度かそう思いながら吉川は大きな拳で涙をぐいっと拭った。夕方になって藤子がふらふらと立ち上がった。
どこへ行くんだ、藤子。藤子は黙って角巻きを着た。どこへ行くんだ。駅まで。かすかな声だった。吉川と母たちは顔を見合わせた。完全に気が狂ったと思った。藤子、駅まで何しに行くの。涙で真っ赤に腫れ上がったまぶたを吉川の母は藤子に向けた。長野さんをお迎えに。藤子は障子を開けて影のように玄関に出た。藤子、俺も行く。吉川は街灯を引っ掛けて藤子に続いた。もう暮れ始めている街を吉川は藤子を抱えるようにして歩いていった。わずか四五丁ほどの駅までの道が吉川にはひどく遠い道に思われた。藤子は駅に着くと改札口に寄りかかってぼんやりと立った。やがて汽車が帝国通りにプラットホームに入ってきた。定時に汽車が着いた事実にも吉川の胸は張り裂ける思いだった。両手に荷物を持った男、丸まげの女、土壌冷えの会員、紫の袴を履いた女学生、ぞろぞろと汽車を降りてくる一人一人に目をやりながら吉川の顔がくしゃくしゃに歪んだ。当然長野信夫もこの人たちに混じって改札口に近づいてくるはずだった。あのいつものにこやかな笑顔を見せて、よう、ご苦労さんと声をかけて近寄ってくるはずだった。そして初めて信夫を駅に迎える藤子に優しい言葉をかけてくれるはずだった。しかも1時間後にはめでたく結納の祝宴が貼られるはずではなかったか。吉川は涙を流すまいとして目を大きく開きながら藤子を見た。藤子は熱心に伸び上がるように改札口に近づいてくる一人一人を見つめている。藤子は信夫の死を信ずることができなかった。約束通りこの汽車で信夫が来るに決まっている。縁起の角巻きを着て迎えに出ると約束した以上、自分は改札口で信夫を待っていなければならないと藤子は思った。だがどの顔も信夫の顔ではなかった。最後の一人も改札口を出ていった。とその時だった。藤子は汽車から信夫が降りてくるのを見た。はっきりと見た。いつもの優しい笑顔を藤子ははっきりと見た。あ、信夫さん。藤子はにっこりと笑って手を挙げた。だが信夫の姿はたちまちかき消すように見えなくなった。次の瞬間、藤子は崩れるように吉川の腕の中に気を失った。藤子と吉川は潮刈峠の信号所で汽車から降ろしてもらった。ポー。汽車は二人
人に別れを告げるように大きく汽笛を鳴らして信号場を離れた。汽車の黒い煙が落ち葉の匂う雑木林に消えるまで、二人は降り立ったところに立ち尽くしていた。5月28日、信夫が言った2月28日からちょうど3ヶ月経った今日である。信夫の死は、鉄道員たちはもちろん、一般の人たちにも激しい衝撃を与えた。風呂屋に、床屋に、信夫の噂はにぎわい、感動は感動を呼んだ。八十は邪教だと思っていたが、あんな立派な死に方をする人もあるんだな。八十も悪い宗教とは言えんな。そう人々は語り合った。キリスト信者になれば、感動もされかねない時代である。だが、信夫の死は、その門を切り開いた。そればかりではなく、旭川、札幌を中心とする鉄道員たちは、一挙に何十名もキリスト教に入信した。その中に、あの三堀峰吉もあった。三堀は信夫の死を目の当たり見たのだった。客車が暴走し、誰もが色を失い、三堀もまた夢中で椅子の背にしがみついた。しがみつきながら、ひょいっと見た三堀の目に、静かに祈る信夫の姿があった。それはほんの2、3秒に過ぎなかったかもしれない。しかしその姿は、実に鮮やかに三堀の脳裏に焼き付けられた。続いて臨然といささかの乱れもなく乗客をいぶした声、必死にハンドブレーキを回していた姿、すと振り返って三堀にうなずいたかと思うと、あっという間もなく線路めがけて飛び降りていった姿、その一つ一つを客車のドア口にいた三堀はきりと目撃したのだった。人々は汽車が完全に止まったことが信じられなかった。恐怖から冷めやらぬ面持ちのまま、誰もが呆然としていた。止まったぞ、助かったぞ。誰かが叫んだとき、不意に泣き出す女がいた。続いて誰かが信夫のことを告げたとき、乗客たちは一瞬沈黙し、やがてざわめいた。ざわめきはたちまち大きくなった。バラバラと男たちは高いデッキから深い雪の上に飛び降りた。真っ白な雪の上に鮮血が飛び散り、信夫の体は血にまみれていた。客たちは信夫の姿に取りすがって泣いた。笑っているような死に顔だった。三堀は死の直前まで信夫を嘲笑し、信夫に反発していた自分が責められてならなかった。この信夫の死が三堀を全く一変させた。葬儀は3月2日、旭川の教会において執り行われた。回収は街道の外にまであふれ、その中には信夫を慕って泣く日曜学校の生徒の可憐な姿もあった。司会者が信夫の遺言状を読み上げた。その遺書は入信以来、新年ごとに書き改め、信夫が
肌身離さず持っていた遺言状であった。血のりがべっとりとついていた有様を司会者は語った後、その遺言状は読み上げられた。遺言1。世は感謝してすべてを神に捧ぐ。1。世が滞在はイエス君にあがなわれたり、処刑しよ、世の罪の代償となくすべてを許されんことを。世は処刑士が世の栄民によりて天父に近づき、感謝の真偽を味わわれんことを祈る。1。母や親族を待たずして24時間を経れば葬られたし。1。我が家の歴史、その他世が筆記せしものおよび新書はこれを正記のこと。1。仮想となし下級的虚礼の儀を廃し、これに対する時間と費用とは最も経済的たるを要す。遺憾のごとき無益なり廃すべし。履歴の朗読、儀式的書簡のごときこれを廃すること。1。暗く静止、等しく感謝。世が永眠せしときは、恐縮ながらここにしたためある通り、よろしく願い上げ候。頓首長野信夫。愛敬し各位。遺言状が読み上げられると、全回収のすすり泣く声が街道に満ちた。棺が街道を出た時、人々はそれを担おうとして我先にと駆け寄った。郊外の墓地まで担っていこうというのである。その中に父を助けられた虎尾の姿があった。三堀も吉川もその一部を担いでいた。大勢が担っているので棺は軽かったが、その死は心にめり込むように重かった。1ヶ月後に信夫の遺言状と写真が鉄道キリスト教青年会から絵はがきとなって関係知人に配られ、さらに多大の感銘を与えた。吉川は水堀が言った言葉を思い出した。僕の見た長野さんの犠牲の死は、遺言状よりも何よりも僕にとってずっと大きな遺言ですよ。その後の三堀の人格の一変が、それを如実に物語っている。和倉霊之助は、それまで聖書を手に取ったこともなかったが、信夫を愛することにおいて、人後に落ちなかった。彼は信夫の死後、1ヶ月というもの、毎朝一里余りの道を、信夫の墓地まで日参した。和倉は息子にでも死なれたかのようにげっそりと痩せた。だが近頃は聖書を読み始めたということを吉川は聞いた。これからは藤子さんに時々聖書の勉強を習いに行きますよ。この間49日の席で会った時、和倉は
痩せた自分の方を撫でてそう言った。潮刈り峠は今若葉のすがすがしい季節だった。両側の原始林が線路に迫るように盛り上がっている。タンポポが辺り一面に咲き群れている。汗ばむほどの日差しの下に吉川と藤子は遠く続く線路の上に立って彼方をじっと眺めた。かなりの急勾配だ。ここを離脱した客車が暴走したのかと幾度も聞いた当時の状況を思いながら吉川は言った。藤子、大丈夫か？事故現場までは相当あるよ。藤子はかすかに笑ってしっかりとうなずいた。その胸に真っ白な雪柳の花束を抱きかかえている。藤子の病室の窓から眺めて信夫が幾度か言ったことがある。雪柳って藤子さんみたいだ。清らかで明るくて。その藤子の庭の雪柳だった。藤子は一足一足線路を歩き始めた。どこかでヤブウグイスが途切れて鳴いた。最初信夫の死を聞いた時藤子は驚きのあまり自失したもののようになった。藤子は改札口で確かに信夫を見たと思った。信夫は藤子にとって単なる死んだ存在ではなかった。失神から覚めた時藤子は自分でも不思議なくらいいつもの自分に戻っていた。大きな石が落ちたようなあの屋根の音はまさしく信夫の死んだ時刻に起きた不思議な音だった。改札口で見た信夫といい、あの大きな音といい、やはり藤子は信夫が自分の元に戻ってきたとしか思えなかった。そしてそう思うことで藤子は深く慰められた。藤子は普段信夫が語っていた言葉を思った。藤子さん、薪は一本より二本の方がよく燃えるでしょ。僕たちも信仰の火を燃やすために一緒になるんですよ。僕は毎日を神と人のために生きたいと思う。いつまでも生きたいのは無論だが、いついかなる瞬間に命を喜んで死んでいけるようになりたいと思いますね。神のなさることは常にその人にもっととも良いことなのですよ。今藤子は思い出す言葉の一つ一つが大きな重みを持って胸に迫るのを改めて感じた。それは信夫の命そのままの重さであった。藤子は立ち止まった。このレールの上をずるずると客車が逆に走り始めたとき、この地点に彼はまだ生きていたのだと思った。そう思うと言いようのない気持ちだった。だが彼は自分の命と引き換えに多くの命を救ったのだ
単に肉体のみならず、多くの魂をも救ったのだ。今、旭川札幌において、信仰の狼煙が赤々と上がり、教会に緊張の気がみなぎっている。自分もまた信仰を強められ、新たにされた、と藤子は思った。藤子の佇んでいる線路の傍らに、澄んだ水が五月の日に光り、薄紫のカタクリの花が少し向こうの木陰に咲き群れている。藤子はそっと帯の間に大切に持ってきた菊の手紙に手を触れた。信夫の母菊は本郷の家を畳んで大阪の町子の家に去った。大阪は菊のふるさとででもある。藤子さん、お手紙を拝見いたしまして大層安心をいたしました。あなたが信夫の生きたかったように信夫の命を受け継いで生きるとおっしゃったお言葉をありがたく、ありがたく、感謝いたします。信夫は、幼い時からキリスト教が嫌いでございました。東京を出る時も、まだキリストのことを知りませんでした。これはすべて、私の不徳の致すところでございます。藤子さんの純真な信仰と真実が、信夫を願いに勝る立派な信者に育ててくださったのです。藤子さん、信夫の死は母親として悲しゅうございますけれども、またこんなに嬉しいことはございません。この世の人はやがて誰も彼も死んでまいります。しかし、その多くの死の中で、信夫の死ほど祝福された死は少ないのではないでしょうか。藤子さん、このように信夫を導いてくださった神様に、心から感謝いたしましょうね。暗記するほど読んだこの手紙を、藤子は信夫の言った地点で読みたいと思って持ってきたのだった。格好の鳴く声が近くでした。格好が低く飛んで枝を移った。再び藤子は歩き出した。イタドリのまだ柔らかい葉が風にかすかに揺れている。信夫さん、私は一生信夫さんの妻です。藤子は自分が信夫の妻であることが誇らしかった。吉川は50メートルほど先を行く藤子の後ろからゆっくりとついていった。かわいそうなやつ、不遇に生まれ、その上長い間闘病し、奇跡的にその病気に打ち勝ち、結婚が決まった喜びもつかの間、結納が入る当日に信夫を失ってしまったのだ。なんというむごい運命だろう。だがそうは思いながらも、吉川は藤子が自分よりずっと本当の幸せをつかんだ人間のようにも思われた。一粒の麦、地に落ちて死なずば、ただ一つにてあらん。
その聖書の言葉が吉川の胸に浮かんだ。藤子が立ち止まると吉川も立ち止まった。立ち止まって何を考えているのだろう。吉川はそう思う。藤子がまた歩き始めた。歩くたびに足を引き、肩が上がり下がりする。その肩の影から雪柳の白が輝くように見え隠れした。やがて向こうに大きなカーブが見えた。その手前に白木の柱が立っている。大方受難現場のしるべであろう。藤子が立ち止まり、雪柳の白い束を線路の上に置くのが見えた。が次の瞬間、藤子がガバと線路に打ち伏した。吉川は思わず立ち止まった。吉川の目に藤子の姿と雪柳の白が涙で潤んで一つになった。と、胸を突き刺すような藤子の泣き声が吉川の耳を打った。潮刈り峠は雲一つない明るい真昼だった。Thank you.